松田学です。新田さんにはですね、久しぶりに出ていただいて、新しいメディアを立ち上げられてですね、大変お忙しい中を今回ですね、いろいろ聞きたいこともありましてですね、都議選をどう見るかとかですね、これは衆院選のですね、前哨と言われてますけども、じゃあ政局どういうふうに見たらいいのか、衆議院選どうなっていくのか、現状認識もちょっと伺いたいなと思いまして、新田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず新しい目で立ち上げられた、その今の状況っていうからいかがでしょうか。そうですね、実は意外に僕がアゴラ辞めたこと知らない方も結構まだまだ多くてあれなんですけど、この4月の、26日4月の下旬、最後収集から、サキシルという、サキシルという新メディアを立ち上げまして、ちょっとアゴラ時代とも似てる部分もあるし、ちょっと違う部分もあって、そうですね、アゴラとちょっと最大の違いは何かというと、あれですね、アゴラは結構割ともともとブログサイトからスタートしてるので、結構編集部が特に企画考えたりとかそんなしなくても、好き勝手みんな投稿してきたっていう、もともとの歴史基盤があって、僕の時代の後半からは独自記事も増やしたりしたんですけど、ペースはブログサイトなんですけど、今回サキシルに関しては割とその、ちゃんと編集部の内政の記事、だから今回一応結構辣腕の記者さんを、常時3人おりまして、そうですか。でなおかつ、で外は引き続き専門家の方に、オピニオンや分析の記事、解説の記事を、お願いしてまして、それもあると。でそれはどちらかというとその人たちが好き勝手にやるという、もちろんご提案いただく場合もあるんですけど、編集部の方でも、こういうネタでどうかなというテーマで書いていただけないかなということで、割とだから割とアゴラ自体よりは編集部のそのコンセプトを結構先行させて出しているというか、とありまして、で、あとは皆さんお気づきというか、もともとこの番組で言ってきましたけど、ネットメディアも近年大手のネットメディア中心にかなり、ちょっとだいぶですね、特定方向にですね政治的に言うと結構特定方向に、ちょっと行っちゃってる感じが、別にリベラル側でもいいんですけど、ただあまりにも何ていうか極端にそのなんか左側ばっかりがメインになってきて、でさらにあとは右側が逆にすっごい極端に右なメディアになってきていて、でこれだとちょっと、いわゆる真ん中中道現実的なリアリスト線、新聞でいうとですね、読売新聞、僕のフルーツだから言うわけじゃないですけど、読売新聞ぐらい立ち位置のネットメディアってそういえばありそうでないなと思って、もともとマーケットとしてちょっと成立しづらかった、ネットって結構怪奇なこと言った方がウケるってあるんで、だから大体両極化しちゃうという悪さ、これはデメリットあるんですけど、ただ結構これだけネットメディアがマス化して、マスメディア化してきたっていう時代でもあるので、あれ松田チャンネルもう20万人ぐらいでしたっけ。いやすごいですよね。だからもうだんだんネットメディアも規模が大きくなってきて、若い世代はもうテレビ見なくて動画とか、もう新聞見ないで記事のネットメディア見るっていう状況になってるんで、であればなおさらもうちょっとその真ん中中道リアリストっていうんですかね、なんか結構僕左側人しか、なんか新田がまたアゴラやめてなんか右のメディア作ってるんだろうってみんな言う確かに右っぽく見える時もあるかもしれないんだけど、もう右左かっていうよりはどちらかというと、リアリストでいたいっていうのは僕は言ってるんで、それは当チャンネルもそうなんですけど、やっぱりだから中道のリアリスト、ただ確かに見方によってはね、なんか保守っぽいこと言ってるかもしれないけど、結構じゃあ既存の保守のメディアさんたちと言ってることも違う部分も結構あって、そうですね、だから政党の支持者でいうとどうなのかな、分かんないですけど、どちらかというとその既存 の, その左側のメディア、左側の政党の支持者だとか、もちろん自民党の古いタイプの保守的なものが好きな方とも違うところの、どちらかというと、政治の世界でいうと第三極っていうんですかね、第三極的 な, な, な、立ち位置、別に必ずしも第三極系じゃなくたって全然あれなんですけど、ただ第三極的な立ち位置とか、いわゆる今までの大体多くの既存メディアも大体既存の政党に大体連なるというか、そういう論調とか考え方って近いところはね分かれたと思うんですけど、とはいうもの政治の世界はどちらかというと、第三極的な立ち位置というか、割と無党派層の方が結構、もう既存の政党に満足してないとかありますね、あるいは既存のメディアに満足してないとかあって、もちろん
それがまあ、紙とか、うん、テレビからっていうところから、うん、まあ、だんだんネットっていうところに移ってきてるんですけど、はい、まあ、そういうツールの変化だけじゃなくて、はい、まあ、論調としても、うん、まあ、やっぱりそのまあ第三極的なところの受け皿っていうんですかね、うん、まあ、別に第三極って必ずしもこれは第三極って大体みんな「みんなの党」とか「維新」とかみんな思い浮かべるんですけど、はい、まあ、確かに結果的に見ればそういう人もたちの支持者も多いかもしれないけど、うん、別に自民党の支持層の方だって、はい、立憲民主党の支持層の方だって、うん、それぞれ既存のその政党に満足しない方、特に若い世代は多いと思うんですよ。で、例えば憲法に関しても、うん、リベラルにとってみんななんかね、うん、昔の護憲左翼のイメージで何の反対みたいなイメージありますけど、例えば最近は割とリベラルの中でも、うん、若手の論客なんかでも別に、はい、現実的に必要な会見はやって、うん、やることは重要だということをおっしゃる方も出てきてるぐらい、なるほど、そこで憲法改正論者っていうのは結局その例えばリベラルの方々って若い方だと、うん、まあ、LGBT の問題とか、はいはい、選択的夫婦別産とか、はいはい、まあ、熱心な方多いですけど、うん、その例えば LGBT の問題同性婚を認めるかどうかっていった時に、うん、まあなんかね、国権最後の人たちはなんか妙に今の憲法を変えなくても解釈会見できるっていうんだけど、うん、じゃあでもそうしたらあなたたち2015年の安保法制の時に解釈会見で集団的自衛権反対してましたよねっていう整合性取れないじゃないですか確かに。だからそれ要するにだけどちゃんとした若手のリベラルな人たちは、うん、まあ、やっぱりもうこれはちゃんと同性婚やるんだったら憲法改正やった方がいいと、うん、バチッと言う、うん、なるほど、もうそれは正論だと思うんですよね。なるほど。だからだんだん保守とかリベラルとかっていうのがだんだんもうそういう構図というよりも、うん、だんだんリアリストか、うん、もうなんか古き良きものを追い求めてみたいな、もう夢を物語を追いかけてるような人たちかっていう世の中を、でそれがまた世代間のまた状況違ってて、なるほど、でどちらかというともう今の40代から下世代、まあ、僕は俗にファミコン世代って言うんですけど、うん、子供の頃にファミコンを見て、まあ、子供の頃からコンピューターとか触れて育った世代、はいはいはい、まあ、今のネット世代デジタル世代の最初の世代からですけど、うん、この世代どちらかというともう日本が良かった時代あんま知らないんで、うん、もう目の前の課題をとっとと解決しろよという人たちが多いと思います、うん、でところがまあ今残念ながら結局大手のネットメディア見ても結局そのね既存の朝日新聞の流れとか、ね、うん、そういう感じのやっぱりまだまだもちろんネットメディア自体がまだまだ新興なんで、もともと伝統的なメディアからの人材が多いからその流れは組んではいるんですけど、ただやっぱりそういう新しい世の中のニーズがどんどん変わってきてるのに多様化してるのに、やっぱりそこに応えるメディアっていうのがリアリストの視点から応えるメディアってありそうでないなと。だからまあ僕はそこ逆に言うとそこがなさすぎて、でそれでちょっと僕は結構危機感を感じて、ここでそれでまあやっぱりちょっとやっぱり今までないものを作んなきゃいけないなと、うんうんうん、まあメディアそのものの、ね、モデルとしては、まあ、まだ今のまだ段階でまだ広告モデルでやってるんで、うん、全然そこのビジネスモデルは別に昔からあるものなんですけど、うん、ただ論調とかポジションのとこで、うん、まあ、ちょっと少し違うものを作っていきたいなと思ってまして、うんうん、なるほどなるほど、ね、ネットというと今回のコロナで皆さんネットってすごくネットで、まあね、自分で YouTube やる政治家バーッと増えたりとかありました、ね、乱立してる状況が、そうですね、うん、出てきて、その中でその、なんて言いますか、極端な意見に偏るっていう傾向じゃなくて、うん、その王道を行くような、うん、そういうその、ね、いわゆるメディアのこれからの可能性というかですね、うん、これいけそうな感じがありますか。そうですね、これはね、ただね、なかなか難しい、言うは優しい、行うは果して、まあ、正直僕もちょっと当初、まあ、正直ぶっちゃけ話すると、最初の初動はあんまり僕が思っていたよりは正直加速はしてないんですね、うん、でやっぱり、まあ、もちろんそもそもの時点で認知を取るっていう普通に新規事業としてのそもそもの、これはどんなジャンルでも新規事業って認知を取るとすごい大変なことなんで、まあ、全く僕ゼロから始めてるので、まあ、これは仕方ない部分もあるし、まあ、やっと最近になってスマートニュースさんにつないでいただいたりとか、形で Google ニュースもつないだりとかって、まあ、少しずつまあ、いろんな外のプラットフォームについてきたんで、まあ、これから多分勝負本当の勝負はこれからなんだと思ってるんですけど、でただまあそうですね、まあ、でもそもそものところその、まあ、認知を上げなきゃいけないっていう難しさもありながら、うん、まあ、やっぱり本当にその読者がいるのか、で例えばやっぱり、うん、さっき第三極で僕申し上げましたけど、例えばこの政党の第三極っていうと、過去に出てきた時にその、まあ、例えばみんなの党って結局もう5、6年なくなっちゃいましたよね、うん、そうですね、うん、で、はい、で都民ファーストの会も今回は、まあ、小池さんが、ね、なんとかああいう
気楽で踏みとどまりましたけど、まあ一歩間違えたらもう完全に瓦解してるところでしたよね、はい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 、で維新は、まあ、維新唯一維新だけですよね残ってるのは、うん、橋本さんはいなくなってもどうなのかと思ったら、うん、まあ一応定着してるんで、うん、まああれはあれで一つ定着したと思うんですけど、うん、まあ正直なかなかそのいわゆる無党派層とか既存の政治とかメディアに満足してない方って逆に移り気でもあるんで、うん、なかなかねここを捉えるってすごい難しいなと思ってて、ね、だからそういう意味では常に、うん、それこそね、まあ、僕は小池さん嫌いだけど小池さんのように常に先を読むね、その風を読む力っていうのはね、この第三極ゾーンは本当にメディアだろうが政治だろうがやっぱりここはね、そこのマーケティング的な視点で言うと小池さんじゃないけども、そこの先読み気略っていうのはやっぱり求められるなと思ってて、だから今は僕は想定してる感じでこんな感じでどうかなということで、うん、いろいろ自給企画仲間とか、うん、今回ご投資もご協力いただいた方もいらっしゃるので、うん、でいろいろ話し合う中で、うん、始めてみたんですけど、うん、まあこれからおそらくいろいろやってみて PDCA サイクル回していきながら、まあ多分やってみてここは違ったとか、うん、意外にこういうものは受けたなとか、うん、まあ多分これからという感じはありますけどね。なるほど、そのあれですね、確かに私もまあ第三極政党にいたんですが、そもそも第三極って風で伸びてますからね、うん、風を読めるかどうかで勝負みたいなところがありますからね、うん、そういった意味で、それで今話題の出た、まあ、小池さんの話題も出ましたが、うん、先般の都議選ですね、はい、新田さんどんなふうに評価されてますか。まあやっぱりさすが小池さんだなっていうかね、最後おいしいとこ全部持ってっちゃったんですよね。だ一つ思ったのが、まあ小池さんの喜楽に関してはもう終わって、今日で大体10日ちょっと、11日か、収録分のよか10日もちょっと前なんで、まあもう大体語り尽くされたと思うんですけど、一つ僕は思ったのが、世論調査の数字とか情勢調査の数字というのが、こんなにやっぱり今までの常識と違ってこんなに動いてしまうんだなと、そうでしたね、はい、こんなに動くってなかなかないんだ。でやっぱりその原因としては当然もう、コロナでやっぱり非常にコロナとオリンピック対応ということで、うん、やっぱそこに対しすぎてやっぱりみんなもう相当不満が、うん、もう1年半のこの、まあ、フラストレーションが相当溜まってるなと、だったんでしょうね、うん、だからやっぱりだからこれまでなんとなく結局安倍政権時代の自民党というのは結局、まあ、どちらかというと消極的な支持層の方が割とマジョリティだったと思うんですよね、はいはいまあ、野党があまりにもだらしなすぎると、はいはいはい、でかといって、まあ、自民党だったら、まあ、経済政策だったら、まあ、間違いなくね、うん、まあまあ、細かいところの違いあるけど、うん、まあ、少なくとも野党よりは、今の左派野党よりはまともだろうと、うんうん、ということで、まあ、割と安倍政権は支持されてきたというところもありました、うん、だから、うん、でだから割と消極的に入れてきてた人たちがいたんだけど、さすがに、まあ、今回の西村さんの問題でね、話題だった、まあ、飲食の問題、あれ飲食のこの、特にその酒の販売 の、 団体の皆さんっていうのはどちらかというと自民党の鉄板のシーソーなん で、 そうですよ、ね、この鉄板のシーソーを怒らせてしまうぐらいの、うん、なんていうんですか、もう逆にもうグダグダになっちゃってるというか迷走してるというか、だから、うん、ということになるとこれはやっぱりその無党派層はもうとっくに嫌気がさしてるというか、だから今回都議選特に都議選の投票率が 42% でしたっけ、もう過去2番目に低い数字 で、はい、で普通 40% 台前半なんて言ったら過去の都議選見ると大体普通に自民党勝ってるんですよ。でそれは当然投票率が低いほど組織票というのの濃度が高まるんで ね、 そうですね。ところが今回この 40% 前半でも自民党が過半数公明党と合わせて取りきれなかったっていうのは、もうこれはもう相当多分自民党側が大誤算 で、 であと実際選挙のその前半、まあ、実はもう自民党も自信があるのか5月6月のですね時点の情勢調査のと称する資料がいろんなとこ出回って、はい、まあ、僕出回ったんで僕も入手したんですけど、はい、まあ、多分本物だと思うんですけど、はい、もうそれ見ても明らかにこれは普通に確か見たら自民党それは普通に行くよねと数字ですよね。だからもう都民ファーストの会相当厳しい数字、まあ、6月はちょっと上がってきてたけど、まあ、まだ小池さんの入院騒動が起きる前の話だったんで、で普通にやったらまあこれ自民党勝つねと、で明らかにもう油断しきってて、その数字もまあ多分見てた陣営もあるだろうね、手応え的にはまあ普通にやって、もう今回特に都議選も関心もないし、まあ普通にやれば投票率も上がらないだろうから普通にやれば勝てるだろうと、実際、だから最終週の初めぐらいに僕の知り合いの選挙に非常に詳しい選挙戦略になってるある区議会議員の方が、もうこのまま行くとみんな油断しきってると、もうこのまま行くともう前回並みに負けるよと、さすがに僕前回並みってのはそこはその時、いやそれ本当ですかって僕は聞き返したぐらいだったんだけど、
まあ、でも蓋開けてみたら確かにもうわずか2議席差ぐらいでしたね。そうですね。だからもうこれはね、やっぱり風をの読むトレンドっていうのが、うん、まあ、やっぱりちゃんと分かってる人からするとこれ非常にかなり自民党は緩んでたし、ヘッドミンファは逆に必死にやってて、最後小池さんの後押しがドーンと効いたという。そうですね、自民党の関係者に聞いても今度は勝つってみんな言ってましたからね、うん、でもあれですか、その世論調査が読めなかったっていうのは何でだったんでしょうかね。でやっぱり、あれですよね、多分だから結局その世論調査でサンプルって所詮、ね、1選挙区でまあ500とか1000とかまあそれぐらいで、うん、まあ、通常だったら大体それぐらいで読めると思うんですけど、うんうん、今回投票率が低かった割には、はい、やっぱり無党派層っていうのが、あるいは今までそれなりに自民党を支持してきたんだけども、はいはい、まあ、やっぱり一応支持政党は自民党とは答えてるけど、はい、もう今回は都民ファに入れるとかね、うん、いう人結構多かったと思いますよ。 あるいはだから現状不満でもう、まあ、立憲に入れようかな、で小池さんも微妙だなと思ってるけど、うん、まあ、でもやっぱり最後は小池さんがバーンと外乗り出してきて、うん、まあ、小池さんかわいそうだしってことで入れたっていうのが多分あったなと思ってて、うん、それに引っかかるんですか。それは小池さんの演出ですごいですね。いや、見事ですね、あれは、うん、で、あともう一個僕の大きなポイントで、これは意外に、多分ね、リベラル系の人とか言ってて意外に保守系の人があんま気づいてないかもしれないですけど、はいはいはい、やっぱりね、女性の動きっていうのを、女性票の動きっていうことに対するやっぱりその潮流っていうのを僕はやっぱり自民党がもう見誤ってるというか、捉えきれてない。あ、はいはい、で小池さんというのは皆さんご承知の通り、おそらく小池さんを支持する人の過半数は女性ですよね。これはもう過去の世論調査からも明らか で女性の強い支持があって、はい、で今回ここ最近の選挙、安倍さんの時代の選挙っていうのはどちらかというといわゆるバンドワゴン現象、勝ち馬に乗るってことなんですけど、はいはい、今回久々にアンダードッグ効果でいわゆる半眼びいきで、うん、起こって、それで、あ、小池さんかなんかもうヨロヨロになってかわいそうだねと、うん、同情票がなんとなく集まってると。でそれで同情票も集まって、で、さらにまああれですよね、今年のちょっと振り返るとやっぱり春先に森さんの炎上発言の問題がありまして、あ、はいはい、まああれは真相いろいろ解釈あるけども、まあ、でも一応世間一般 の多数派の認識としては、うん、まあ、やっぱりその女性に対する差別的なおじさん政治家が未だいるんだっていうのが、うん、なんとなく世間一般のマジョリティの認識だったんですよね。でそうするとそういうのが普通とずっと溜まってきてる中で、うん、やっぱり今回女性の候補者が当選者っていうのが歴代最も多かった、うん、もう 37% ぐらいって言われてるので、はいはい、で例えば典型的なのが、うん、品川区なんですけど、一、うん、人これは都民ファをもう以前辞めて、うん、辞めた3人の都議会議員のうちの女性の森沢さんっていう、うん、元日テレ森ビルで働いてた、まあ、割といわゆる都会的なキャリアの女性の方がいらっしゃるんですけど、はいはい、で無所属で今回出るって言ったんですよ。3人のうち1人は今回出なかったんですけど、うん、でもう1人は元歌手の方で立憲行ったんですけど、うん、この森沢さんは無所属を守りきるって、うん、無所属で出たいと、はいはい、で普通だったらもうこんな無謀で、うん、普通だったらもう都民ファでもないし自民党でもし立憲でもし、うん、 ね、あなた1人何できるんですかってなって、ね、でそんでまだ、ね、1期やっただけで、うん、普通だったらもう有権者相手にされない。でしかも実際に5月6月の自民党調査見てももうボロボロでしたよ。もう開けてももう普通に支持率 1% とか 2% とかで絶対当選無理だと思うんですよ、うん、ところが今回蓋開けてみたら、うん、あそこ確か品川4人だか5人枠で上位2位で当選したんですよ。でつまりこれは、まあ、森沢さん個人の支持っていうのがあったと思うんだけども、別に森沢さんって別に一頃の音喜多くんみたいにネットで極端に発信して知られてるってわけでもないんですけど、うん、やっぱりこれ真面目に活動してたり、うん、あとはそのやっぱり既存の政治家とか政党に対するノーっていうんですかね、うん、だから品川区民に関しての動きを見ると、だから品川区は都民票落ちたんですけど、うん、だからなんていうんですかね、既存の政党まず自民も立憲も嫌だなと、うん、でじゃあ都民票はもう微妙なんだけど、まあ、いないから都民票っていうところが多かったと思うんですけど、うん、品川の場合はその森沢さんという無所属の選択肢もあったんですよ、うん、だからなんかもうね、既存の政党に対する不信感、なるほど、ね、うん、であと真面目に、であと女性に対する期待、うん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 、でやっぱこれがね、僕は品川の森沢さんがまさかのフォーマスと思ったのが上位で当選したっていうのは、うんうん、これは僕は最もシンボリックな選挙結果だと思ってて、ここから見てもやっぱりだからね、で特に、うん、まあ、自民党もね、安倍さんの時代には女性活躍とかやってたんだけど、やっぱりね、まあ、正直やっぱりあんまりもうまた春先の森さん以降のイメージでやっぱりおじさん政治家たちが乗してるイメージになっちゃって、うん、でやっぱり
やっぱ女性の人たちから見るとなんかもうこのおじさんたちの古い政治がやり方スタイルってどうなんだろうっていう対する不満というか不信感というか、それがもともと個別の政策云々というよりもなんかスタンスとしてどうなんだろうっていうのがすごい、これは実際これは森さんの発言の是非は置いておいても実際に女性がやっぱり全然あの全然総理候補もまともに出てこない、出るにも出れない、なかなかあの、ね、稲田さんとかも出ようと思ってもなんか、やっぱりなかなかダメと言われたりとかね、まあ、もちろん稲田さん嫌われてる人いろんな意見あると思うんだけど、ただあのなかなかあの女性が活躍、自民党の今のシステムでは女性が活躍できないしづらいってい う, いや、まあこれは結構僕は厳然とした事実だと思ってて、そういう見方があるんですね、やっぱ強いんですね、迫ってるんですね、やっぱりその辺はそのやっぱ女性がすごい不満に思ってて、結構だからね、僕ね出口調査をもっと突き詰めてやってみると、とかあるいは今後ねどこに投票しましたかとか男女別とかで年齢別とかでもし事後調査やったら結構ねそういう結果が出てくるんじゃないかなっていう、ね、気はしてますね、まあ、それはある意味でそのあれですね、受け今まだ既存の政党がないところに、まあ、女性ということと、あのでもう一つの流れというなんか立憲民主が伸びちゃいましたね。ああ、そうですね。でこれはあれですか、やっぱりコロナに対する政府に対する不信というか。不信ですね。で、どちらかというと、今回まああれ選挙区によっては野党共闘も成立したんで、で立憲はもっと取れたんですよ本来、本来はもっと取れたんです、ね、本来はところが、まあ、あのほどほどの、本当に20何議席いるんじゃないかと言われてましたけどね、結局2桁にとどまりましたね、で 2桁ちょっと乗せて終わって、でやっぱり立憲は完全に自民党受け皿にやっぱなれないんですよ、なです、ね、自民不満層が結局、やっぱりこれはやっぱ枝野さん以下ですね、ずっと左派マーケティングしてきたことのもう完全に恨み出てて、実際やっぱり立憲をここ最近離党したあの地方議員さんとか話聞いてると、まあやっぱりねもうこういう左翼マーケティング的なのはもう限界あると、やっぱ本気で政権を取りに行ってる感じがしない、もう目先のあの自分たちの票さえ取れればいいよと、もうまあ大体左派票というのは選挙マーケットで大体3割ぐらいなんで、その3割さえ言っとけばもうとりあえずあの政権はどうせ取れないんだから、とりあえず自分たちの今の議席を守れますねという、もう後ろ向きな思考でやってる限りこれはもう先ないねと、で有権者もやっぱ見透かしちゃうんですよね、結局そうやって野党が本気で取りに行かないから、結局自民党だってまあ舐めてかかって舐めすぎてるうちにもうあちこちで身内喧嘩起こしてますからね、もう言われてるだけでも今3カ所全国で、あの分裂選挙起こしなりそうですけど、まあ、結局あれ逆に言うともう自民党が分裂選挙あちこちでできるということはそれだけ野党が弱すぎるっていうことになって、本当だったらもうそんなことやってる場合じゃないはずなんですよ ね, すね、だけど未だにもう公然とこういうのがまた行われようとしてるっていうのは、政権転落するっていうことに対する危機感が全くない証拠、政権転落の言葉が今出てきましたけど、可能性あるんですかね。僕は正直ないと思ったんですよ。ただ、さっきの世論調査の話を戻すと、世論調査の数字が今まで大体支持率とか得票大体まあそのほぼ数字で、まあ、僕なんかと本当にアンチョコ見る思いで答え合わせするような感じだったんですけど、それを入手すると、だけど今回かなり外れたんで、で僕はやっぱりね今ねこのやっぱり僕はなんでやっぱこれはまあ別に世界的にはよくあることで、結局経済的な危機が起きるとか、そういう過去にもやっぱそういうね社会的な大異次変があったりすると、やっぱりその時の政府ってのは非常になかなか厳しい対応になってしまうと、それはもう古今東西みんな一緒で、それがまさにだから今のコロナっていうのが、まあたまたまあの日本では野党がもうだらしなすぎてダメだったんですけど、まあ安倍さんがまだ残ってたからね、まだその構図残ったけど、まあ安倍さんももういなくなって1年近く経ってきて、で菅さんになってからだいぶやっぱり安倍時代とも結構変わってきたとも出てきてて、でやっぱりなかなか菅さんは正直あんまりそのプレゼンテーションとか上手な方じゃないので、国民の心を捉え方というとやっぱ残念ながら小池さんとかそこが上手なの で, そうです、ね、やっぱりなかなかねこういうよ、まあ、よくも悪くもそのまあまあ ポピュリズム的な競争になってしまうと、まあ、やっぱなかなか菅さんはちょっとここが劣勢になってしまうと、まあそれはもちろん菅さんのいいところでもあるんだけど、あの実直に、ね、やっていくっていうのは、まあ、ただこのコロナに関しては結構今回の石村さんの問題みたいに結局、あの出てきて結局だから結局超法規的措置で、あの法的根拠もないのに結局要請で、しかもあれ僕あれなんですよ、いろいろやっぱり取材とか、まあ、今日さっきも載せましたけど、あのじゃあこういう自粛をじゃあ、まあ、守ってね、
損しようが破ろうが、実は全然何も、あの法的には何も救われなくて、結局あくまでも守ろうが、その政府からの要請を守ろうが破ろうが、それはもう最終的には自己判断の自己責任の世界で、結局そこ法的な何もないから、結局じゃあ行政訴訟したって全くそもそも門前払い、全然ならない可能性が圧倒的に高くて、だから今回西村さんの問題もじゃあ政府を訴えたところで行政訴訟はっきり言ってもう門前払いですよ。だからやっぱり、つまりだからもうこの国って本当の法治国家としての法律のルールに基づいてちゃんと行政が運営されてないっていう問題も出てきちゃって、でそうするともう逆に言うと、その国民の側とかで、そのまあ、あるいは酒の事業者さんとか側から見ると、いやもうこの国は政府は誰のために何のルールに基づいて仕事してるんだろうっていうね、もうそもそものところの不信感ですよね。これ相当あの飲食店の業界にはそういう感じが広がっちゃったんじゃないですかね、今回ですね。いや今回ね、僕ね、だから僕、いや例えば本当に僕飲食の業界の人がまとまって、もうそれこそね、誰かその中の著名人の方とかを、あの西村さんのところの選挙区の兵庫9区に立てちゃったら、なんか僕は大変なことになると思いますよ。僕は本当にね、どういう人が、まあもちろん西村さんって簡単に負けると思われませんけど、ただあのかなりあの全国的に相当不信感だ、今までどちらかというとその、まあ、酒販売の業界の皆さんなんかはどちらかというと自民党の固定の、ね、まあ、医師会とかと並んでですね、非常に固定の支持基盤だったんで、だからこういう人たちがなかなかあの不信感を持ってしまったっていうのは、僕はね相当やっぱりいざとなったらもう政府は自分たちのことを見てくれないんだなっていうね、もうここはしかも飲食業界で働いてる方って本当に大体あれですよね、あの誰かいい例してましたけど、あのクラスに30人子供がいたら、まあ、大体2人か3人ぐらいが飲食の人口、その職業比率でいうと大体それぐらいだと。だからだやっぱ絶対どこにもいるんですよ、飲食業界ってすごい、あの大きなあの、ね、マーケットなんで。だから、まあ、政治的にあまりまとまってないっていう感じですか、ね、そうそう、政治的には、はい、あのまとまってないっていう弱さがあるから、だからたまたま、まあ、あの酒販売側は、まあ、まとまる力があるから、酒はありますけどね、あのレストラン側とか飲食店側というのは、まあ、あの大手の一部が、まあ、そのロビングなんてあるんですけど、まあ、中小とか小規模店舗をまとめての政治力というのはないの で、 そうですよ、ね、なかなかここで差が出てきてしまってると思うんですけど、 でも本当にあのそういう、じゃあでもそういう票とか金とかの力だけで、じゃあ政治家を、まあ、左右する、まあ、それは政治の現実ではそういうものである、あるものの、ただそもそものところとして、まあ、やっぱりみんな納税者なんだから、そうですね、納税者のために仕事しろと、でちゃんとやっぱりあのきちんと自分たちの国民の生命と財産をきちんと守ると、あれなんかね、今回やっぱり、あの一体政府は何やってんだっていう、あの要するに知恵がなさすぎるっていうかですね、そのとにかく一律にこう禁止を出したりとか外出禁止っていうのは誰でもできることで、その中でどういうメリハリつけるかとかですね、やっぱりよく考えてみたらおかしいんじゃないのっていうのは広がってんじゃないですかね、まあ、結局あの、まあ、根本的なことを言うと、まあ、結局緊急事態法制含めてそういう抜本的なことができない、まあ、医療の問題しても、まあ、こちらで番組は散々やってきたと思うんですけど、あの結局まあ、医師会含めて民間病院主体で日本成り立ってきてるから、なかなか法的にその規制してベッド開けろとか、こういうこともできない、だ結局そういう緊急事態法制含めて、まあ、これはもう憲法改正に相当する大きな措置が、こういうことがガバッという根本的なところは日本ってのは常にできなくて、先送り先送り、時の政権はやっぱり維持したいから逃げてきたんだけど、まあ、そのすべて日本社会の戦後逃げてきたことの宿題が全部出てきちゃったっていうもんですけど、だけども、まあ、もちろんね、だから役所も今回本意じゃないと思うんですよ、あの西村さんにああいう言わせてる人たちは、あの多分本意ではないと思うんだけど、あれしか多分奇策しかないと思うんですけど、でも奇策は奇策でも、でもやっていいことと悪いことってあって、ありますけど、そう、あのなんていうか、なんていうんでしょうね、コロナ原理主義っていうか、いやそうそうそう、なんかそっちこれだけこう視野狭窄になっちゃってるっていう、いやもう感じしますね。だからだからあのテレビであの田崎史郎さんがね、だからそのもうあの酒の販売の団体の皆さんは自民党の非常に強い支持基盤なので、その人たちと利益を損ねるぐらい、そんなことももう分かんなくなってると、それぐらいもこうなってるっていうね、本当ですね。だからもうね、だからね、こんなに政治が迷走するってちょっとね、過去も本当なくて、まあもちろん、ね、あのかつてない危機だから仕方ないとは思うんですけど、そうでしょうね、まあ、いや多分ね、内閣官房から言われた、私も昔財務省にいたのであれですけど、いや本当なのと、本当にこんなことやらなきゃいけないのってみんな思ったと思いますよ、官僚もですね。だからもうね、なんか
だからまあ官僚の皆さんも抜本的なそういう緊急事態宣言ができないから、結局じゃ あ, 緊急事態法制ができないから、そうするともうね、そういう小手先で切り気策で要請とかいう形で、このコロナのコロナの原理主義のもとではしょうがねえなという感じも、あったんでしょうけどね。まあ、でもなんか今回だから、そういう、でも結局それは歪みは絶対生まれるわけですよ。ますよ、結局選挙的に言えば明らかにやっぱ都議選のような歪みにつながるわけで、やっぱりじゃあもう野党も頼りない、で自民党も嫌だなと、じゃあ他に何かいいとこあったらそいつに入れようじゃないかと。あ、それでですね、小池さんが今回、私の本当に素晴らしい奇策をさった、実際病気、やっぱり仮病じゃなくて病気だったんだなとは思いましたけども、でもいいタイミングよく入院されてですね、そしてちょうど最終日の前日ぐらいですかね、最終日出てきて、それでもう本当はもっとそれで少し上がりましたよね、都民ファーストの票は間違いなく増えましたよね、その1日だけの効果でるんですね。で、それそうしますと結局自公を合わせて過半数割れという微妙なところに追い込んで、自分のポジションを一応確保して、そしてその次の展開っていうのをね、睨むとすると、よく言われてるのは自民からついてんじゃないかとか、東京のどっかの菅原一秀の後じゃないかとかですね、いろんな噂がありますけど、その辺はどんなふうに読んでますか。で、これ基本的に小池さんってみんながね、予想し始めることをささやく説が出ると、基本的にはその人そういうことはやらない人なんですよ、小池さんって。だから例えばオリンピック中止をやるんじゃないかとかって、いろいろ春頃に言われてました、いや僕はね、ひょっとしたら会う人のことはやるんじゃないかと思ったんですけど、ただ待てよと、逆にみんなが言い始めることとかね、だいたい日刊現代あたりがそういうことで書き始めるとですね、だいたいね、そういうネットメディアとか日刊現代あたりがだいたいそういう話が出てくるんですけど、いろんな説が、永田町の噂話が、でもだいたいね、そういうみんなが支えた予測っていうのは基本的に小池さんっていうのは常に勝ち続けるためには、みんなが思ってもいない斜め上からの方向から奇襲攻撃してくる、つまり八幡和夫さんが常々、ね、小池さんのことを源義経と言ってますけど、つまり日踊り越え、あれですよね、常にもう崖から一気に攻めてくるという、あれが小池さんの勝つ戦法なんで、つまりみんなが思ってない斜め上から突然来るっていうのは小池さんの手法なんですよ。だから逆に言うと、意外にもしかしたら、全く違うストーリーもあるかもしれなくて、だからみんな順当に考えればこの秋の衆院選で出てくると、で、言われてるのがその例えば東京9区菅原一秀さんのところ、ここに自民党は候補を立てないと、立てたところで多分小池さんが出てきたら普通に勝てないと、小池さんは無所属 で都民ファーストの会が推薦するみたいな形 で勝った後公認するなり、あるいは、なんか国民民主党の玉木さんとかとくっついて、新党を作るとか、言われてますけど、それは順当なシナリオなんですけど、ただ小池さんのことだから、もしかしたら全く違うシナリオを考えてるかもしれなくて、春この秋は何も動かないと、で逆に来年の参院選とかに向けて、政局のタイミングで逆に何かやってくる可能性もあるかもしれないし、これはね、小池さんというのは多分ね、みんなが手を読み始めるとそこはいかないっていうのがあの人の、なるほど、だから常にやっぱりね、崖の上から攻めてくるのが小池戦法なんで。そうですか、ということは小池さんにこうやってほしくないってことはと言えばいいですね。だからじゃあもういろんな手をみんな言ってくれば小池さんの手を封じることあるんですけど、ただ反面ね、今回小池さんは勝負しないといけないっていう事情もあるんですよ。いくつかあるんですけど、例えばまず年齢の問題、彼女も7月の、確かこの収録日、今日が彼女確か誕生日だったと思うんですけど、あ、そうですか、69なんですか。あ、そうですか、で、とりあえずおめでとうございますで、遅かれ早かれ、もう70ですよね、だから70歳になると、やっぱりもう総理になるチャンスったらもうあと1回あるかないかだと思うんですよね、でそうすると年齢的な問題、あとこれ意外にみんな言ってそうで言ってないですけど、今度衆議院の区割りで次の次の選挙から、衆議院区割りするんですよね、すでにその影響もいろいろ出始めてると思ってて、僕愛媛の塩崎さんの引退なんか多分それもあるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、要は田舎の方の県は、いわゆる合併で和歌山も1個減るんですね、でそうすると二階さんのところの選挙区、区割り配分はどうだかまだ決まってないですけど、二階さんもご年齢からするとあと多分次の選挙がラストだろうと、そうするともし次の選挙で小池さん国政に戻ってこないと、二階さんとしては二階派を誰に継承するか問題があって、でそうすると、多分二階さん今のままだと二階さんいなくなった途端に二階派って雲散霧消しちゃうと思うんですよ。でしょうね、多分正直言葉悪いけど、こうしちゃった恐縮なんですけど寄せ集めになっちゃってる、正直伝統的に自民党にいた人たち
でっていうとは限らない人もいるので、そうですね、うん、そうすると二階さんだけの求心力、うん、となるとやっぱり小池さんがやっぱ二階派を継ぐっていう形にしないと二階さんとしてはこの政治基盤を継承できる人はいないし、うん、で当然二階さんとしては、まあ、常に幹事長としてやっぱり残りの議員生活もいるということが彼の大きな目標だと思うんで、うんうん、そうするとつまりそのためには小池カードを持っていることは重要なんですかね、うん、ただこの秋にもし戻ってこないと小池カードが中途半端な形でしか使えなくなると、うんうん、ちらつかせしか使えないですよね、うんうん、本当に永田町でいざとしたら総裁選出すぞというカードを二階さんが持ってるかどうかというのは二階さんにとっても大きなチャンスだし、うんね、次の総理誰が総裁になったら二階さんはそれこそ幹事長変わる可能性も出てきちゃうんで、うんうん、二階さんがやっぱり実権を持ってるというポーションを取るにはやっぱ小池さんというカードが非常に重要なので、うん、そうすると二階さんはその次のね次の選挙は二階さん出ないし出たくたってもう選挙区がなくなる可能性もあると、うん、こういう切実な状況も実はあって、うん、でそうするとまあそういう年齢とか選挙区のその区割りがこの次の選挙にかけて出てきてると、うんうん、なるほど、でそれで二階さんの動きはどうなのかというところもあると、これは僕はねこのタイミングで戻らなかったで、うん、国政に行かなかったら小池さんにとってはデメリットも結構小さくはないと思うんですよね、うんうんうん、まあもちろんねいろんな手あると思ってて、うん、なんかあの次の選挙区は逆に東京で5選挙区増えるんで、はいはいはい、そうするとそこに小池さんがつまり東京というのは絶対に意地でも認めたくないんですけど、はい、小池さんにとっては別にどっからでもっていうね、まあ、多分どっか都心のどっかにもういい選挙区増えると思うんで、うん、そこに小池さんポンってくればあのしがらみないとこだったら逆に入りやすいっていうのもあるので、まあそういうシナリオもあるかもしれないですけど、まあでもいずれにしろあの多分それぞれのシナリオに小池さんにとってはメリットデメリットあると思うんで、まあそこをよく吟味しつつその時の待望論とか風を見ながら、でも今自民党はあれですよね、結局あの有力なポスト菅がいないですよね。いないですよね、うん、結局、まあ、国民的な人気だけ言えばね進次郎さんとか河野太郎さんとか挙げるけど、うん、まあ、正直党内で本気でその人たちをしようと思ってる人は、まあ、正直いませんの で, そうです、ね、うん、だからそうなると、まあ、やっぱり小池さんとは結構大きなチャンスですよ ね, ですね。だから、まあ、それはもう昔の自社さ、よく言われてましたね、自社さ政権方式で、うん、あのね、昔村山さんを担いで総理担ぎパターンで、はいはいはい、小池さんが新党を作って担い上げるっていうのは、まあ、それは確かに順当のやり方かもしれませんが、ただそれはそれで簡単に戻れるかという問題もありますし、ただここで戻らないと二階さんがもう長くはもう議員生活続け、ね、ね、限界来てるんで、その辺の問題があるんで、だからまあそこもトータルな状況を見た上で、うん、誰もが予想しないやり方で戻ってくるのは小池さんだと僕思うんですけどね。そこでですね、うん、ちょっと最後にですね、うん、今度の、総選挙で、うん、まあ、自民党が予想外に厳しいんじゃないかと、うん、いう感じもあるんですが、じゃあ立憲民主が伸びるのかと、そのあたりどうなんですか、ね、うん、まあ一定程度伸びると思うんですよね、うんうん、だからまあ一定程度は、まあ、首都圏中心に、うん、まあ一定程度伸びると思うんですけど、うん、まあ、もちろん議席合併したからね、それなりに数も多くなったんですけど、うん、まあでもやっぱり立憲に入れたいかというと、うん、まあ、やっぱり民主党時代のイメージがもう結局執行部のメンバー変わってないじゃないですか、うん、そうですよね、ほとんど、だからそこ変わってないんで、うん、じゃあそれでやりたいかというとちょっと微妙なところですよ、微妙なところありますよね、うん、だからそうするとやっぱり違う選択肢が、まあ、特に都市、まあ、例えば大阪なんかだったら維新があるから、うん、まあ、多分これは維新に結構行くと思うんですよ、うん、要はで、じゃあ首都圏は、うん、小池新党が本当にできたらまた、うん、まあ、タイミングよりきりですけど、うん、まあ、前回失敗しましたけど、うん、まあ、持っていく方によっては、まあ、それは全然あるだろうし、うん、でも小池さんのことは多分もしやるとしても仕掛けるとしてもいきなり新党というのは前回失敗したから、逆にそれこそ無所属で突然不気味に立って何を仕掛けてくるかわからないというやり方で出てくるっていうのは、あ、それは確かにシナリオとしてはあり得るなとは思いますけどね。まあでもね、小池さんの予想に関してはね、もうね、もう僕とか、とか僕らのようにもう普通凡人で、凡人が左脳でロジックでいろいろ考えてもなかなか思いつかないところで、ある種野球でいうと中島茂雄さんのようにですね、もうとんがった右脳型っていうかですね、なんかもう、まあ、誰もが思いつかないですね、もうビッグスーパープレーを繰り出してくるってあるんで、だからまあ小池さんに関してはいろんな、まあ、読みはあるんですけど、まあ、ただどちらにしろ、まあ、ただそういう小池さん含めて新勢力が出てきた時に、多分かなり自民党は相当危機的な状況になり得る可能性は今のままだとありますよね。そうですね、うん、だから今自民党が唯一の救いは
受け皿がないということがあったと思います。いや、そこなんですよ。そうそうそう。ところがそこが都議選は受け皿があっちゃったからなんですよ。そうそうそう。 でも国政選挙はないじゃないかと、受け皿がですね、うんうん、でそこにできちゃったら、うん、どうなるか分かんないっていう、ね、いや分かりますね。だから本当に、うん、だからまあもちろんね、小池さんも前回失敗してるんで、うん、同じやり方はしてこないと思うんですけど、うん、でも何か違う形のやり方をけしかけてきた場合、うん、要するにだからみんながあそう来るかというような手を打ってきた場合、うん、今回の、まあ、入院は別に仮病とは言いませんけど、うん、まあ、まあまあ実際取材したら本当に結構苦しかったらしいんですけど、うん、まあそういう入院してそうやってああそういうふうにして逆にそういうピンチをチャンスで取るっていう、そういう手もあるんだなと、みんな見たようにですね、まあ多分何かみんなが驚くようなやり方をしてくるんじゃないかなと思うんですけど、ね、そういう意味ある意味ちょっと読めないところが いろいろありそうな感じですね、今度の総選挙ですね。まあ、その時に向けてとにかくあのワクチンをみんなに打たして状況を少しでも良くしたいとは思ってるんでしょうけども、ただ今さっきもずっとおっしゃっていたように、最近の自民党政治の展開に対して国民の不信というのがですね、相当溜まってしまったら間違いないですね。いや、これは間違いないです。だから僕ね、だからね、もう8月入ったら横浜区長選あるじゃないですか。あのもう今いろんな人顔ぶれ出てきて、随分出てきましたね、オールスター選挙ね。昔 の99年 の, あの都知事選のような、あの石原さんが初めて出てきた時の都知事選みたいになった、初めてあの石原さんが初当選した都知事選みたいにすっごいいろんなこと出てきてますけど、あれ菅さんのお膝元なんで、はい、もしこれをあの落とすようなこと、つまり、まあ、一応小野木さんですね、小野木さんですね、でもし小野木さん、まあ、IR の件で見解が違うって、うん、だから自民党今ぐちゃぐちゃになってるんですけど、はいはい、これを落としたりすると、うん、もうちょっとですね、おそらく、うん、やっぱり菅さんでは衆院選戦えないっていう声が多分秋の総裁選の前に出てくる。でそうすると菅さんとしては、でもじゃあそれを封じるためにもう負けが一番少ないタイミングで勝負を打つと、うん、でも最近ね、ネット民の方々からね、はい、もう麻生政権の末期を見てるようだっていう意見がね、ちらほら出始めてきたんですよ。あ、なるほどね。いやだからね、これね、あの僕はね、さすがに、まあ、あの時はでも民主党がね受け皿で自民党より支持率高かったんですけど、うん、まあ、今はそういうのはないんですよ、はい、だから今から自民党が30何パーセントで立憲が 10% そこそこなんで、うん、はい、まあ普通その数字だけ見てればないんですけど、はいはいはい、ただ、さっき申し上げたように世論調査、こういう異常な状況なんで、うん、世論調査の通りにはいかない可能性もあって、なるほど、まあ、もちろん立憲が過半数を取るとは思えないんですよ、うん、それはさすがにないと思うんだけど、うん、ただ何かやっぱりちょっと予想のしない形で、うん、あの本当に政局戦変というのが起こりうるような選挙結果に、うん、なる可能性というのは、まあ、ね、これは結構出てきてるなと思います、ね。まあ、自民党の方も菅さんに変わる人いないですよね。そこがやっぱ最大の問題ですよね。だから、ここでもしあの、うん、河野太郎さんをあの、まあ、例えば担ぎ出せば、まあ、それなりに議席減は歯止めかかるかもしれませんけどね、うん、まあ、まあ別にあの昔森さんの時代にあの支持率が超ど低迷した時に、小泉さんっていうね、みんながホーマスだと思ってた人を突然総裁にして自民党はあそこでしのぎ切ったわけですけど、うん、まあ、まあ分かりません。もしかしたらもう本当にあの河野さんをですね、うん、そういう形であの出すという可能性も、まあ、出てきたら出てきたね。あもう本当にそれは自民党がもう、自民党って絶対に政権からは落ちたくないってことだけは、うん、そこだけはしっかりしてるんで、うん、1年でいいからもうこの場をしのぐためにっていうみたいな形で、どんな球であれ、いやいやどんな球であれというね、とにかくもう今より良ければいいという可能性に動くのか、うん、ただまあなかなかね、そこは麻生さんがなかなか簡単に認めないと思うんですけど、まあでも分かりませんね。今はそうかもしれないけど、本当に危機的な状況だと思ったら麻生さんもじゃあもう仕方ないやっていう可能性も出てくるかもしれませんし、なるほど、うん、いやどうも波乱含みですね。いやだからね、この先ここからね、だこの横浜市長選、そして9月、はい、このね、はい、8月9月ね、あるいはそのインタルマンのこの7月のこのオリンピックの間の水面下の動き、うん、これはね、うん、もうね、もう本当にここから2、3ヶ月はね、うん、相当ね注目政治、うん、もう、ね、もう政治好きの方にはたまらない数ヶ月になるかもしれませんね。まあそれがね日本にとっていいかどうかは別問題があるんですけど。そういう通りですね。あ、今回もどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。うん。